はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は法政のメッシ福岡移籍、ベストイレブンゴールキーパー内山がサガン突入ということで、九州勢動いてきましたね。この2つのお話を今回やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。ということで、まあ本日ちょっとサプライズ的な発表になりましたけれどもね、まあ過去、法政のメッシと言われた FC 東京、今野選手ね、僕も好きな選手で、何回か過去の動画でもね、この選手いいなっていう話はしていたと思うんですけれども、その今野選手のアビスパ福岡移籍、そして J3 でベストイレブン、そしてまあ J2 昇格へ、貢献した内山選手ですね、が、突入ということでございまして、今回やっていくんですけれども、いや、本当九州でね、なかなか景気のいい話がついております。まあやっぱ引き抜かれるっていうのが多い地方クラブの宿命もあるんですけれども、まあ現在はまあこれがちょっと分かりませんけれども、少なくとも現在はまあいい話が入っていくということでございます。今回も明るくやっていきましょう。こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方では J リーグが売られてた九州では中心として動画作っておりますが、これからの季節はこんな感じで、まあ、J リーグ全体の話とか移籍の話とかどんどんやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。まずこちらFC 東京、今野選手、アビスパ福岡移籍決定ということで、福岡戦でゴラスを決めていた、今野選手が今度はまあ味方になるということでございますけれどもね、今シーズン今野選手は30試合で2ゴール2アシスト決めておりますが、しかしまあこの今野選手に関してはね、本当昔から注目をされていた選手でございます。しかしちょっと怪我が多かった、怪我とかコンディション不良でなかなか試合に絡むことができなかったプロではあったんですけれども、ようやく今シーズン FC 東京で、まあ、しっかり1年間戦えたということで、まあ、FC 東京のサポーターからしたら、まあ、中川選手は、来るし、ね、強力な外国人選手もいるということで、これにまあ来シーズン、まあ、今野選手がまたやるんじゃないかというところで、まさかの福岡移籍なんで、ね、FC 東京のサポーターからしたら、ね、ようやく、ね、今野選手は今シーズン、多くの試合に絡んで、ね、来シーズン以降も期待だって時にこの移籍というのはちょっと寂しいものがあるかもしれません。本当ね、怪我に泣かされた法政のメッシでございます。まあ、法政大学時代はそう言われていたメッシでございますけれどもね。そしてあと今野選手に関してはやっぱ印象的なゴールが多いですね。あのそのさっき言った福岡戦のゴールもそうなんですけども、1年前ですよね、2021年シーズンの話ですけどもね、まあ、広島戦のゴールというのが未だに僕頭の中残っているんですね。まあ、カットインしてから結構な距離のミドルシュート決めているんですよね。そっからそんなゴール決めんのみたいな得点シーンが、ね、広島戦あったのが2021年なんで、もう1年以上の前には話になってきますけども、それぐらい本当ね、この今野選手に関しては年に1回はなんかスーパーゴールを決めるそんなイメージがありますけどもね。で、本当この選手カットインからシュート、もちろんこれも魅力であるんですけど、割と視野も広いですね。まあ、あの反対サイドとかね、結構遠くを見ることもできる選手、そこにまあクロスボールを送ることもできる選手なんで、プレーの選択幅も結構広いですよね。まあ、カットインからシュートして終わるとか、まあ、あのクロスで終わるとかだけじゃなくて、まあ、ボール持った時にもちろんこれボール運べる、まあ、ドリブラータイプの選手なんですけれども、そこからのボール持った後の選択肢も結構多いイメージが僕の中であるんで、そこはちょっと売りになってきますよね。で、あとはだから福岡に関しては、まあこれが、ね、やっぱ今野選手の話になってきたんで、クルークスが、どうなるか問題ですね。まあ、今年の11月上旬、今月か、ね、早い段階でクルークス選手が、セレッソ坂の方へ移籍するんじゃないかとか、そんな、話が出てきて、まあ、これまでまだ動きはありません。まあ、その、ね、クルークス選手の移籍話に関してまだその後進展はないんですけれども、しかし、まあそのクルークス選手が移籍となると、この今野選手は後釜にということになってきますんで、まあ、仮にですけれどもね、仮にクルークス選手が移籍となって、まあ、そこの穴埋めにはとりあえず成功、した感じがします。まあ、もちろんこれクルクスには、クルクスの良い武器があって、今野には今野、まあ、良い武器というのがありますけども、まあ、そこをだからどうなるか、まあ、プラスマイナスゼロぐらいの気持ちになるのか、ちょっとプラスになるかちょっと分かりませんが、しかしまあやっぱクルクスに関しては、まあ、外国人枠というのがあるんで、まあ、外国人枠をどうするか、本当福岡に関してはこれ、外国人枠の問題というのは結構これね、問題としてあるんでね、そこ、まあ、このクルクス放出して今野にして外国人枠開けるみたいなことも十分、考えられるんじゃないですかね。まあ、ちょっと、分かりません。もちろんこれクルクスが残ったようで、今野が加入となると、これは選手層が厚くなるんで、ちょっとありますけど、さあ、まあ、クルクス選手に関しては、今後の続報待ちだと思いますけどもね。はい。
そしてこちら、J3 ベスト11ゴールキーパー内山選手が鳥栖移籍ということで、まあ、JFL でも、ね、このプレーをした苦労人の選手にはなってきます。まあ、ロアッソ熊本でのこれプレー経験もあるゴールキーパーでございますけれどもね、まあ、正直ベスト11、まあ、J3 に関してはギラバンズ北九州のゲームぐらいしか見ていないんで、あ、この選手こういう特徴があるよとか、あの試合でああいう活躍があったよっていうのはこれはできない。まあ、本当、まあ、調べれば出てくるんでしょうけどね、調べれば出てくるんですけども、安直にというか安易にね、この選手がこんだけやれたんだよっていうのを言うのもちょっとなんか僕の中で見ていないのにっていうのがあるんで、あんまり言えないところではなってきますけれども、やっぱいろいろ個人的に調べたところで言うと、やっぱ足元がうまいとかね、まあ、もちろん J3 のベスト11ゴールキーパーにはなってきますんで、そこはやっぱしっかり実力があるんであろうというのと、まあ、これ J2 昇格を、まあ、藤枝導いたゴールキーパーにはなってきますしね。で、藤枝のこのプレースタイルですね、藤枝 J3 でございますけれども、来シーズンは J2 ですけれども、藤枝のこの特徴というのが、やっぱこれボール試合率がリーグ3番目に多いんですね。1試合平均で 50% 以上、確か 52% だったかなのポジション率を誇っているんで、しっかりこれビルドアップを後ろからしていく、しっかりつないでいく、そういう、まあ、パスサッカー中心のチーム、それが藤枝になってきますんで、まあ、そういうパスサッカー中心のゴールキーパーがサガン鳥栖に来るということはやっぱりそういうことですよね。もちろんパク・イルギュ選手がいるんで、同じようなまあプレースタイルの選手、まあ、パク・イルギュみたいな飛び出しができるかどうかちょっと分かりませんけど、分かんないんですけれども、しかし、まあ、やっぱりこうビルドアップという意味ではパク・イルギュ選手のような、後ろからつなぐというプレーができるんじゃないかというところは期待ができますし、そこは、ね、注目にはなってきますよね。で、あともう一個やっぱり思うのが、ゴールキーパーに関してはやっぱりこうコロナの時代ね、この感染症の時代、多分来シーズンも、これに苦しめられるチームは結構多いんじゃないかと思いますけれども、やっぱゴールキーパーというのはなかなか、毎試合全員が出番があるような、ね、ポジションでもないんで、なかなか代役って聞きにくいところにはなってきます。やっぱこう試合感がないゴールキーパーが、ね、急に出ないといけなくなるみたいなこと、これ結構あるんで、そこは難しいところにはなってきますんで、まあ、あのね、パク・イルギュ選手に関してはまだ本当健康第一で頑張ってもらってはいるんですけれども、しかし、まあ、仮に何かあったときですね、まあ、怪我の問題とか、それこそこの感染症の問題で何かあったときに、この内山選手が、まあ、パク・イルギュ選手のようなことができるんじゃないか、そこはやっぱ、期待をされてのものと思います。まあ、トスはしっかりやっぱり後ろから、繋いでいくというのが一つプレースタイルにはなってきますんで、そこをしっかり補強することは、できたというのは大きいと思いますしね。で、トスは森田選手ですね、今年の夏場には、森田選手の放出もありましたし、で、板橋選手もね、あの契約満了で、退団、サガン鳥栖史上最高のこれ、育成から出てきたゴールキーパーと言われていた板橋選手も、まあ、契約満了による退団が発表されているんで、ゴールキーパーのところは少なからず、まあ、やっぱり補強が必要だった。まあ、枚数的には鳥栖もゴールキーパーいるっちゃいるんですけれども、しかしまあ2枚抜けているんでね、ということで言えばゴールキーパーの補強は、あるんじゃないかと言われていた中で、この内山選手の加入というのはやっぱりゴールキーパーの選手層は結構厚くなるんじゃないか。もちろんこの、ね、内山選手、まあ、J1 でのプレー経験は、ないんで、そこでのまあ対応がどうなのか分かりませんが、しかしまあやっぱりこうプレースタイル、鳥栖、まあ、が、目指すサッカー、そこに当てはまるゴールキーパーというのは間違いないと思うんで、そこはちょっと期待してみていこうと思いますけれどもね。はい、ということで以上になりますね。まあ、今回以上でございますけれども、いや本当九州勢はいい動きが続いているんじゃないですかね。まあ、鳥栖に関しては、まあ、やっぱりこう引き抜かれる、側の、ね、チーム、育成型クラブではあるんで、何名からリスト、まあ、小泉選手の移籍もありましたし、ちょっと寂しいニュースというのも入ってきておりますが、まあ、こういうふうに新加入選手の、まあ、報道があったとか、まあ、いろんな噂正直あります。本当ね、これ新加入選手とか、レンタル選手の動向に関しても、例えばこれ柿田選手、表に出ている分で言うとね、これ、表に出ている情報で言うと柿田選手の完全席に動いているとか、いろんな、ね、これ話あります。これレンタル組が、ね、そのまま他のクラブに行くかどうか分かりません。これもちろん残留という可能性もあります。まあ、レンタル延長なのか、完全席でのまあ加入になるか分かりませんけど、まあ、本当レンタル組、レンタルイコール、ね、やっぱ他のクラブに行ってしまうとか戻ってしまうみたいなイメージもどうしてもあるんですけど、もうそのレンタル組の去就に関しても今後いいニュースが入ってくればいいなという感じがしておりますけど、さあどうなるかちょっとになってきますね。で、福岡に関しても、ね、やっぱファンマ選手とか、ね、いろんな放出の噂とか移籍の話ありました。まあ、ルキアン選手も京都じゃないかとか、いろんな話があります。まあ、この辺の話に関しては、どうなのか分かりません。分かんないんですけれども、しかしまあやっぱりこれ、前のなんかの動画でも話しましたけれども、多分シーズン途中どっかで、社長か強化部の方のインタビューで結構やっぱ前がかりに補強してきた、まあ、お金をかけて結構前がかりに補強してきたんで、そろそろまあスリム化じゃないけれども、そこもちょっと必要じゃないかみたいな話が確かインタビューであったと思うんでね、ちょっと何人か移籍はすると、
思いますし、ね、まあ、クルクスが多分最初になるか分かりませんけど、ただ現在報道で出ている外国人3人ですね、外国人選手に関して3名ほど、まあ、対談の、ニュースが表立って出てはいるんで、ね、そこでまあスリム化に成功する、まあ、スリム化って言い方が、悪いのかもしれませんよね。これ言い方として難しいんですけどもね、まあ、しかし誰かが抜けた分また福岡で、ね、プレーしたとか福岡で、活躍したという選手が出てくればそれが一番いいと思うんで、ね、それは今後、注目してみていこうと思いますけどもね。はい、ということで、よりません、以上パラブンテージェルサッカーチャンネルのツッツンでしょうか。チャンネル登録します。さら喜ぶよ。